言葉ではこぼせないこの想い、胸の中で広がっていた。くだらない会話でさえも鮮明に映った攻撃を仕掛けようとしたのか。看板に書いてあったメタルプレデターってのはお前のことか。クッ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 ク。その通りだ。メインシステムを守るもの、それは俺のことよ。しかしアントラストメカガードはこんなちっぽけなものともにやられるなんて二の舞というべきか。この人数でたったざ子供にやられるなんて。あいつら大技で強引に攻めるのうきんどもだからな。私たちが雑魚だって言ってくれるじゃない。ただの妖精だと思って見下してたらかなり大間違いよ。そうよ、その言葉そのまま返してあげる。たくさんの怪物を倒してきてるんだからね。そうだ、お前は妖精が雑魚だと思っているんだろうけどな、妖精にも強い奴だっている。最弱でも結成すれば最強にもなりうるんだ。妖精が集まれば最
聞いたような。ああ、捕まっているテロリストどもがいる。ザレゴトってやつか。グレイシア・ヒドラもこいつらにやられたのか。あいつは強化玉がなくてもかなり強かったはずなんだがな。こいつらが言っていることはハッタリではないな。アイスゴブリンもダークサイドもグレイシア・ヒドラもガーゴイルもアントラスもメカガードもこいつらにやられるなんてな。こいつらは油断できねえな。だが俺はあいつらのようにはいかないからな。俺はあいつらより硬い。鋼鉄の体だからな。電気も水も通さない特性を持っている。お前らの攻撃は俺へのダメージは通しにくい。ましてや弱点もない。悪いことは言わない。今すぐここから引き返せば命までは取らん。身のためだ。賢明な判断だと思わないか。そんなのお断りよ。せっかくここまで来たんだもの。今さら諦めて引き返せないわ。そうか、それは残念だな。だったら戦いを始めようじゃないか。来い、ゾンビども、こいつらを始末しろ。ち、よりによってこいつらか。覚悟は良いか。妖精ども、この釜で切り刻んでくれる。行くぞ。これでも食らうがいい。うわ、あの歯かなり鋭いぞ。紙一重だ。切られたら致命傷になりかねなさそうだ。あいつは鋭い刃を備えているわ。あいつには接近してはダメよ。接近するどころか、この廊下狭いわ。迂闊に刃に近づけないし避けられない。だったらあたいのスペルであの歯を凍らせてやる。はい、パーフェクトフリーズ。ナイスよ、チルノ。あいつが凍ってしまえばチャンスよ。今のうちに強力なスペルをかまして倒すわよ。やっぱりチルノがいると強いわね。バカが、そんなわかりやすい行動で俺を凍らせて倒せると思ったか。な、なに？氷が砕けただと？でしょうね。戦闘が始まって間もないから、すぐに終わらせたら面白みがなくなるもんね。敵を凍らせてから速攻で倒す考えはやめといた方がいいな。こいつは雑魚だからすぐに倒せるという考えと同じだな。確かに、油断できない敵と戦っているつもりで挑まないとすぐに満身創痍ね。その通り。氷少女の考えに理解に苦しむ。戦いのやり方を知らない奴は強引に攻め込む傾向にある。そうして仲間が次々へと倒されていく。ここぞの時に使う考えのないバカがいるとはな。やはり妖精は妖精、バカはバカというレグレーションだな。正直あぼれる。今お前あたいのことバカって言ったな。バカって言った方がバカなんだ。バカなことを言ってないで戦うよ、チルノ。そうだ、あまりあいつの言葉に乗るな。戦うだけに集中するんだ。記憶の金の仲間だと。炎か、こしゃくな。炎を食らったら加熱してしまう。こいつは水と電気は通さないって言ったな。だが、こいつは炎属性のスペルに弱い。くそ、炎を使ってくる妖精がいるとは思っていなかった。だったらまずは、あの道化帽子の妖精から始末するとしよう。そうはさせませんよ。ケンガン、ケンガンブルリーズ。くっ、重くて動けん。ね、眠たくなってきた。今だ、動けない間がチャンスだ。大妖精、スペルで強化してくれ。わかった。待ちぼう、コテンブリーの妖精。よし、チャージ完了だ、行くぞ。かすり、かすりの毒でかすられ。ナイス、スターリゲイイタイ。
張りやがったな、モーギルさん。一気に攻められるならこうするしかないな。あれは強化玉、使うと自身に膨大なダメージを蓄積する。その代わりパワーが異様に上がるやつか。気を抜かさずに一気に攻めるわよ。強化された状態は危険よ。来い虫けらども、サイコロステーキにしてくれる。